はい、第3問ですね、俳優の部ですけど、非常に奇妙に響くって出てきま、来てますけどね、あんまり使わない言葉じゃないかなと私は思いますが、これは影響の響が響くと読むというのを知ってればっていう問題ですかね。で、歩道橋の橋はないですからね、こういうのは消去法というね、逆橋と出てきましたね。